南の島の果物、器と少年、少女を表すタヒチで描かれた作品。1891年にフランスの画家ゴーギャンが制作した食事。斜めに置かれたナイフは西洋の静物画の伝統的なモチーフで、白いテーブルクロスをかけた机で食事をとる習慣もヨーロッパのもの。焼き物の鉢もヨーロッパ製であると考えられています。一方で紫色の影を落とす大きな赤いバナナやココナッツミルクを入れた大型の木彫りの鉢、ひょうたんの木の果実で作った水差し、食べかけのグアバは南の海の島の情景にふさわしいモチーフです。そしてテーブルの向こうに座る現地の子どもたちが示す目の前に並べられた品物に興味がなさそうな様子は、これらのモチーフが確かにタヒチの品物であることをよく物語っているようです。